はい、よろしくお願いします。今日はそのミドルウェアに、はい、ミドルウェアといってもこういろんな OS とアプリケーションの間でこう通信プロトコルとかをこう汎用的に裁くようなそういうサーバーソフトウェアを想定してるんですけど、まあ、そういう昨今のミドルウェアに対してこう MRuby を組み込む中でこういろいろとこう試行錯誤があったので、それをちょっと今日は皆さんに共有できたらなと思って、発表しに来ました。ペパボ研究所の、松本です。一応そのペパボ GMO ペパボという会社でチーフエンジニアをやっていて、ペパボ研究所というところではその研究者として、研究者もやっています。で、まあ、研究のために博士号も取得しまして、最近、まあ、主にこうずっと僕がやってきたことっていうのはあのオペレーションテクノロジーということで、まあ、運用技術、そのウェブサーバーの運用技術だったり、そういうところを一番注目してやってきました。あとはインターネットの基盤技術ですね、そのサーバーソフトウェア、それに関わる OS だったりとか、で特にその僕自身の興味としてホスティングサービスというところがありまして、これはまあいわゆるこう日本だとレンタルサーバーとか呼ばれるんですけど、まあ、そういったものをこういかに公衆席に、このあたりですね、公衆席にこうホストを収容するにはどうしたらいいかというところでいろいろと研究をしてきました。なので、まあ、本当はこう Ruby とか Rust とか書きたいんですけど、まあ、C の仕事が終わったら書きたいなと思いつつ、今もずっとこう C を書く仕事があるということで、なかなかそっちを書けてないというのが現状です。なのでこう、基本的にはテクノロジーをエンジニアリングの観点からと、まあ、研究者の観点からそれぞれやっているというのが現状です。で、コードもそれなりにずっと書いてきまして、まあ、よくあるのがその NGXMRuby とか ModMRuby とかですね、あとはこうミルターのサーバーを作ってみたりとか、まあ、基本だからこの辺りは C とか Ruby とかを結構使っているっていうことです。で、まあ、研究者もやっているので、その国際会議とかにも論文出さないといけないみたいなところもあって、こう論文その MRuby で実装しているんですけども、していることが多いんですけど、その中でこう考えたアイデアだったり研究みたいなものをこうちゃんと論文として出しているということです。はい、で今日の発表の流れなんですけど、まずその MRuby をミドルウェアに組み込むっていう話ですね。もともとこう MRuby って、機器組み込み、デバイスとかの組み込みを想定されて作ったっていうところに、なんで僕が急にこうミドルウェアとか結局またウェブかみたいな感じでこうウェブにどんどん MRuby を使っていってるっていうところがあって、まあ、そのあたりから得た、まあ、ミドルウェアのためのこうデザインパターンって言うとあれなんですけど、設計の仕方みたいなものを、紹介したいと思います。はい、でまず、ミドルウェアに MRuby を組み込む話なんですけど、もともと先ほど申し上げた通り、僕はこうシステム管理とかをずっとやってきていて、まあ、ネットワークのとか OS だったりとか、ミドルウェア、そういうもののこういわゆる運用をやってきた、日本だとインフラエンジニアと呼ばれたりするんですけども、で対象はホスティングサービス、レンタルサーバーだったりとか、まあ、クラウドサービスというところがあって、まあ、そのサービスの特性上こうお客さんのコンテンツを自分でこうウェブコンテンツをいじるとかっていうところができないので、基本どうにかミドルウェアとか OS のレイヤーですね、そこでこういかに最適化するかっていうところをずっとやってきました。で、まあ、そこで使われるこうミドルウェアって汎用的なものっていうのは、大体こう今まで C で書かれているものが多くて、まあ、皆さんご存知の本当に、まあ、Apache だったりとか NGX でもダブコとかポストフィックス、センドメールとかってもうあんまり聞かないんですけど、結構こういうところからずっとバインドとかですねやってきてます。で、最初はこれをこううまく管理するために、あの周辺ツールとかをいろいろ作ったりしてたんですね。でその時はもう本当に数年前、10年前ぐらいですね、僕パールが好きだったんでずっとパールで書いてて、でもそれだけでもどうしてもこうウェブコンテンツをいじれない以上、どうにかそのミドルウェアを拡張してもう少しこう融通を利かしていかないといけないってなった時に、まあもうここで説明した通り、こうほとんどのミドルウェアが C で書かれているので、まあそういうミドルウェアの特性に合わせて C でこう拡張を変えてきたっていうのがあります。で、まあ、そうするとどうしてもこうミドルウェアそれぞれのこう仕様みたいなものがあって、それを仕様読んで、しかもそのドキュメントってほとんどこうなかったりするので、まあ、コード読みながらこうアパッチモジュールとか NGX モジュールとか、まあ、そういうものを作ってきた。でそんな中、2012年の4月ですね、MRuby っていう、これも僕本当ビッグウェーブだと思ったんですけど、まさか松さんが新しいこうオープンソースをこの年に作るなんてっていうのがあって、でこのビッグウェーブにどうにか乗ろうと思って、まあ、MRuby を去り出したっていうのがあります。で一応こう
その M ルビーがどういうものなのかっていうところなんですけど、ちょっとミドルウェア全体に書かれてたあれなんですけど、C ルビーっていうので例えばミドルウェアを作るときは大抵こう全部ルビーでコードを書いて、で、ルビーで実行するっていうのが、まあ、C 言語 の C ルビーの使い方ですけど、ミドルウェア、M ルビーですねっていうのは基本的に C で書かれたミドルウェアに対して、でその中にももちろんこう機能も C で書かれてるんですけど、そこに M ルビー、まあ、MRuby のインタープリターそのものをこう組み込んで一部の機能を Ruby で書こうっていうのがこう MRuby の基本的な考え方です。でこれを使うとなんかミドルウェアの設定コードみたいに書けるじゃんっていうのに思ったのがこう2012年ぐらいで、これできたら便利だよねってずっと、その時に思いました。で、まあ、ほとんど今と同じ図なんですけど、こうミドルウェアの一部の機能をRuby で書ける、でその Ruby の設定は Ruby のスクリプトは外出しにできて、それをこう中に組み込んで実行するっていうことで、まあ、そのミドルウェアの振る舞いそのものを一部こう Ruby で書けるっていう、こういう主従関係になってるんですけど、これってまさにこうミドルウェア C で書かれているようなミドルウェアに対して拡張をなんかうまく Ruby で書けるんじゃないか、設定をうまく Ruby で書けるんじゃないかっていうところが、注目したところです。まあ、昔からそのモッドパルトがあったんですけど、よりこう設定に特化したようなことをしたいなというふうに思っていました。で、その流れでも本当に2012年あたりから山ほどこう MRuby のプロダクトとかを書いてきて、まあ、モッド MRuby だったり、NGX MRuby だったり、そうですね、その IMAP の拡張とかも、もうほとんどこれなんかドキュメントなかったりするんですけど、書いて、そうですね、HTTP2 のウェブサーバーも変えたりとか、あと先ほど発表があったその H2O も最初のその MRuby を組み込むところの最初のプロリクエストっていうのを送ってみたりとか、まあ、ただこれちょっとこの前その Git ブレームで確かめてみたら、もう僕のコードってほぼもう残ってなくて、スペースとかカッコ閉じるとかは僕の名前になってたんですけど、もうほとんどないっていう状況ですね。なので本当にもう最初の初期実装を協力したっていう感じです。で、あとはそうですね、その関連ツールもなんか MRubyCLI っていうものができてきて、 Ruby でこうワンバイナリーを書くみたいな話があったんで、いろいろそういうところでこうワンバイナリーのツールを Ruby で書いたりしてました。で、そうこうしてるうちに MGM リストでもこうなんかどんどん MRBGM を書いてしまって、今でも多分一番 MRBGM を書いたと思うんですけど、その流れでなんか博士号も取れたみたいな、結構そういう MRuby にはいろいろお世話になって。で、じゃあなぜこう、改めてなんですけど、なぜこうミドルウェアに MRuby を組み込んだかっていうと、先ほど申し上げた通り、もう少しミドルウェアの振る舞いを Ruby とかスクリプトでうまく定義したかった、ミドルウェアコンフィグレーションを Ruby でうまく定義したかったっていうことと、かといってあんまりこう自由すぎても困るので、もう少しこうメソッドとか限定されているような MRubyルアとかもそうなんですけど、この辺りは都合が良かった。で、やっぱりこうそういうことができると、そのセッションとかミドルウェアに対するセッションとかリクエストに対して、そういうパラメーターに応じてこう動的にミドルウェアの振る舞いっていうのを結構変えられるようになるんですよね。で、そういうことをするのに今までは C 言語とかで書かないといけなかったところが、割とこうかなりこう誰でもそういう振る舞いを簡単に書けるようになった。なんていうか、そのドキュメントを僕がこの C の拡張をドキュメントで書くよりも、こういうある程度こう規模が限定された言語を読み込む、プログラミング言語を組み込んで、そっちをこう今までの資産を使って書いてもらうという方が、だいぶ効率が良かったというところですね。最近だとそのサーバーメッシュとか、でこういろんなこうマイクロサービスの中の中心になってデータをやり取りしたりとか、プロキシをしたりっていう用途の一部の機能にも、弊社とかの作っているプロダクトの中では一部使ったりしています。で、組み込めるのは分かったっていう、で組み込むとそれなりに便利っていうのは分かったんですけど、実際その組み込む、どのように組み込むかっていう考えた時に、やっぱりこうプログラミング言語そのものを組み込むっていうのは結構重たい作業で、実際にこう実行も重たい作業で、やっぱり重要なのはこの3つ、メモリ管理をしっかりすることと、パフォーマンスがちゃんと出るのか、あとは実際組み込んでそれを、開発者だったり運用者だったりが使いやすいかっていうのはこう大きな3つの柱としてこう注力してきたところですね。で、あとはミドルウェアといっても、マルチプロセスとかマルチスレッドがもう当たり前で、
いかにこういうものに対してこう適切に組み込んでいくかっていうのが結構こう試行錯誤したところです。でもうちょっとこう MRuby って言ってたら何かわからないんで、もう MRB ステートって MRuby みたいなものなんですよね。もうその MRB ステートって以降では呼ぶことにします。でなんかいきなりマルチスレッドの話かってなるんですけど、結構ここすごい基本的な前提としてまず知っておきたいところなので最初に述べます。でやっぱりミドルウェアなんで、基本最近のミドルウェアっていうのはこうどれだけ同時接続数をさばけるかっていうところで、ネイティブスレッドを使ってどれだけこう平行性を見せられるかみたいなところがあったりするんですけど、その時に MRuby をこう単純に組み込んでしまうと、まあ、良くない組み込みパターンっていうのがいくつかあります。でまず一番左ですね、こう MRuby ステートっていうのをそのままこうプロセスでこう組み込んで、その中でなんかスレッドを、MRuby ステートの中でスレッドを何個起こすとかってすると、基本的にはこれはもう動かない。で逆にこう Ruby のスクリプトをコンパイルしたそのバイトコードの中で個別にスレッドを動かすということをやっても、これもこう基本的にはうまく動かない。なので平行性を考えた時の基本戦略としては、スレッド単位で MRuby ステートを起こすっていうのが基本戦略になります。これがそのすごいマルチスレッドで MRuby を使う時のすごい基本的な考え方なんですけど、スレッド単位で MRuby ステートを組み込む。でそのもちろんこうスレッドを作って、そのスレッド間でちゃんとこう配達処理とかをして、まあ、うまくやればうまく動くっていうのはあるんですけど、まあ、なかなかこうそもそもこう MRuby ステートを活用するっていうところよりも、このロックとか配達処理がすごい手間がかかったりとか大変な処理になるので、まあ、平行性とかを考えた時には基本的にはスレッド単位で MRuby ステートを起こすっていうのがシンプルですごくやりやすい。でまあそんな感じでこうじゃあスレッド単位で MRuby ステートを起こせばいいじゃんって話になるんですけど、まあそんな単純な話だけではなくて、MRuby ステートを作る、まあ、MRuby オープンとかっていう関数があるんですけど、それってこうめちゃくちゃこう重たいんですよね。時間がかかる、時間かかる、そのコストがかかる処理の重たい処理で、その処理の重たさっていうのはスレッドを作るよりももうこう余裕で重たいんですね。だからこう一あるタイミングでスレッドを作って、その中でこう MRuby を動かしたいみたいになった時に、スレッドを作るのは早いけど、その中で MRuby ステートを作るっていう処理はすごい重たくって、結局なんかスレッド出て起動するのになんか新たにこうプロセスを作ったりしてるようなぐらいすごいコストがかかってしまって、なかなかこうスレッド単位で MRuby ステートを作るっていうのはそれなりにこう状況とか考える必要があるってところはあります。なのでできれば僕らとしてはミドルウェアっていう観点で考えたときは、ミドルウェアは基本その起動してワーカープロセスなりスレッドがリクエストとかセッションをこう処理するっていうのがミドルウェアの基本的な機能なので、例えばイニットフェーズですね、イニットの段階で MRuby ステートを作っておいて、起動してこうサービスが起動した後はリクエストの中でその MRuby ステートを投稿するっていうのはあまりしたくない。できればまあ Ruby のコードとかバイトコードだけをいじりたいっていうのが基本戦略になります。なので、以降 の, そのデザインパターンを話していくんですけども、もう本当にこの辺りいろんなミドルウェアに組み込んだり、まあ、自分でミドルウェアを作ったりもしてきたんですけど、まあ、本当6年ぐらいずっとやってきて、でなんかあんまりこうまとまりがなかったんですけど、ようやくこう初期化とかリクエストとか、あとはノンブロックの話とかを含めて、なんとなくこうデザインのパターンみたいなものが見えてきたので、まあ、それをこのメモリ管理とか性能、あとは使いやすさっていうこの3つの観点からその設計パターンっていうのを少し紹介していきます。はい、でまずはイニット、イグジットですね。で、まず MRuby ステートをもう共有しない一番シンプルなこう独立したそのパターンでいくと、最初ミドルウェアっていうのはマスタープロセスが起動して、でマスタープロセスがワーカープロセスっていうのを複数起動するっていうのがまあ基本的なモデルになります。でその時にマスタープロセスでの処理とかワーカープロセスの処理に何か MRuby の拡張で初期化時にこう Ruby で何か処理をしたいとか DB に接続したいとかっていうような要求があった時に、まず一つ目の戦略として、戦略というかまあ設計としては、実行時にマスタープロセスを起動させて Ruby を実行するときに MRuby ステートを作って、
Ruby のスクリプトをこうコンパイルして走らせる。でさらにこうフォークしてワーカープロセスの中では新たにまたそのスクリプト単位で MRB ステートを作って、スクリプトをコンパイルして実行させるっていうパターンで、もうそれでイニットでその実行が終わったらもうその同時にこうその MRB ステートもフリーさせるわけですね。その初期化の段階で、なのでこうすると、初期化時に基本的なその Ruby のスクリプトが実行された後はその MRB ステートが全部解放されてきれいになるので、例えば EXIT の時に何かをしないといけないとかっていうことはなくて、もうこれだけの処理でいいっていうのがあります。でもこれも本当にそのメリットデメリットっていうのがまずあって、メリットとしてはその Ruby のスクリプトが完全に独立してるんで、こう一つのプロセスにたくさん Ruby のスクリプトを実行したいってなった時に、例えばそのスクリプト間であんまり共有したくない、なんか変数がかぶりたくない、グローバル変数がかぶりたくないとか、まあ、使わないと思いますけど、そういう、まあ、グローバルな状態をかぶりたくないっていう時にも完全にこう独立した環境で実行されるから、まあ、便利で、毎回メモリも解放されるし、メモリも省エネであると。でもやっぱりこうオブジェクトを、例えばこのミドルウェアって最終起動してワーカープロセスでリクエストを処理するから、そこに何かしらこうオブジェクトを渡してやりたいっていうことができないですね。あとはそのイニットの中でもそれぞれのスクリプト間でオブジェクトを共有することができないから、ちょっとこれユーザビリティ、使いやすさの観点で安全ではあるけど安全すぎてちょっと使いにくいっていうのがあります。じゃあもう一つ積み込んで、じゃあ MRB ステートをもう少しこうワーカープロセスとこう共有してやればいいんじゃないかって、まあ、同じようにマスタープロセスで MRB ステートを作ってフォークしたら、その MRB ステートの中で自分 の、 あのワーカープロセス用のスクリプトをもう一回実行する、まあ、MRB ステートをこう共有するパターンですね。でこれもイニットの段階でその辺の処理が終わったら MRB ステートを丸ごとこう解放してやる。でこれも同様に、まあ、EXIT の時に何かをする必要なくて、スクリプトが実行終わったらもうすぐそこで解放される、全てのこう MRB のインタープリタすらこう解放されるんで、きれいになる。でこれもまあ、その MRB ステートのコストは下がってるし、メモリも、まあまあまあ省エネというかこうきれいにできるし、イニット間で実行するようなスクリプト、イニットの中で実行する複数のスクリプト間ではこうオブジェクトを共有できるけど、やっぱこうリクエストフェーズにリクエストの処理の中にここで作ったオブジェクトをうまく活用するということができない。で、例えばこう、あ、そうですね、あ、だからまあ、一番こう、まあ、NGXMRuby とかもろもろの多分 H2O とかも一緒だと思うんですけど、やってることっていうのはマスターでこう MRB ステートを作って、ワーカーで MRB ステートを作ってバイトコードまでコンパイルしたら、これをもうこのままにしておくんですよね。でリクエストでこの MRB ステートをさらに使って処理を行っていくっていうことをする。でちょっとリクエストについてはまた後でお話しするので、でそうするとイニット、EXIT の時にはちゃんと掃除をしないといけないから、 EXIT の時にはこういう MRB ステートの掃除をするということになります、うん、でこういう、組み込みのその設計にすると、まあ、MRB ステートをこうリクエスト単位で作る必要もなくなるし、そのイニットで作った MRB ステートをリクエストでも使える。でさらに そこで作ったオブジェクトっていうのはイニットでもリクエストでも使い回せるので、そのオブジェクトをこうリクエストフェーズに持っていくことができるんですよね。例えばよくあるのはその起動時 NGX とかミドルウェア起動時に DB にこうもうセッションを貼っておいて、そのセッションの貼ったオブジェクトをリクエストでも使えます。そのセッション単位、リクエスト単位で DB に接続、そのセッションを再接続するんじゃなくて、もう最初に接続しておいてそのオブジェクトを持っていくっていうことができる。でもこうするとまあまあそのメモリをそれなりにこう使うし、そのメモリ管理っていうのは結構大変、そこそこ大変っていうのがあります。はい、じゃあちょっとユニットの話が出たので、次にそのユニットからこう1リクエスト、そのリクエスト単位でどういう処理をすべきかっていうところで、一応ここをそのマルチプロセスとマルチスレッドっていうパターンがあるので、まずはちょっとマルチプロセスから説明します。でマルチプロセスを分かるとマルチスレッドともちょっと分かるようになるので、まずは先にここから、はい、でまず最初のこのこれも独立パターンで、最初にイニットの時にも MRB ステートを解放してしまうと、
リクエストが来た時にリクエスト単位で MRD ステートを確保しないといけない。で、確保してバイトコードコンパイルしてバイトコード作ってから Ruby のスクリプトを実行するみたいな話になるので、もうリクエスト単位でやることがすごい多いんですよね。で、レスポンス返したらそれをわざわざ解放して、まあ、次のリクエスト来たらまた MRD ステートを作る。で、これはもう先ほども何度も申し上げた通り、こう MRuby、Ruby のスクリプトとしては確かにこう安全というか、まあ、他に影響を与えないという意味ですごくいいし、メモリもこうなんかもう作って開放するっていうのをリクエスト単位でやればいいのでめっちゃシンプルなんですけど、で、まあそうですね、スクリプトもこうリクエスト単位で変えたら次のリクエストから新しいこうスクリプトが実行されるし、まあ、その辺は確かに便利なんですけど、やっぱりこうパフォーマンスが遅すぎるっていうのがあります。パフォーマンスが遅すぎるし、あのオブジェクト、イニットでオブジェクトを共有するなんてこともこんな風に独立してやってしまうとできない。なので、じゃあもう一工夫してイニットで MRB ステートを作っておいて、リクエストが来たら初めて Ruby のスクリプトをコンパイルして実行するですね。スクリプトをコンパイルしてバイトコードを作ってから実行する。で、そのバイトコードだけをこうレスポンス返したら解放するっていうパターンがあり得る。で、こうするとそのオブジェクト、イニットで作ったオブジェクトをリクエストでもこう MRB ステートが一緒なんで共有できるっていう利点があって、さらに毎回こうコンパイルするから、スクリプトもこうリクエスト単位で変えることができる。だからそのミドルウェア、すごい例えば起動に重たいみたいなミドルウェアがあったときに、スクリプトを変えるだけでその瞬間次のリクエストからミドルウェアの振る舞いを変えることができるっていうのがあります。でも、そうですね、やっぱりこうまだデメリットっていうのはいくつかあって、やっぱりこう毎回コンパイルするっていうのは MRB ステートほどではないけど遅いんですよね。遅いというか、その例えばエンジン X でインデックス HTML に対するこうベンチマークを取ったときに、こう毎回コンパイルとかをするようなスクリプトが動いてると、こっちがもう明らかにこうボトルネックになるっていうのがあります。で、しかも毎回コンパイルすると MRuby のそのメモリ管理もなんかちょっとめちゃくちゃ大変で、もうかなりやったけど何かしらこうリークするみたいなところがあって、まあここは結構大変だったっていうのがあります。じゃあ最終どうしたかっていうと、これまたもう大体MRuby 組み込んでる最近のものっていうのはほぼこういうことになってると思うんですけど、もう初期化の段階で、MRuby ステート確保してスクリプトのコンパイルも全部終わらせておく。で、バイトコードだけ準備しておいて、リクエストが来たらバイトコードだけを実行するんですね。で、レスポンスを返した後はそのバイトコードっていろいろコンテキストとかを持ってたりするので、そのコンテキストだけを解放したりとか、あとは MRuby のこのインタープリターっていうのはそのオブジェクトを管理しているアリーナっていう、こう、まあ、リストというかそのテーブルがあって、その中のオブジェクト、いらないオブジェクトを解放したりとか、例外フラグを解放したりとかっていう、その、まあ、実行後に影響のあるところだけを解放するっていう処理をする。で、バイトコードのコンパイルとかはまあ一切しないっていうことですね。で、こうするとやっぱりこうめっちゃ早いっていうのがあります。ハイパフォーマンスに動くし、で、オブジェクトをこうイニットから共有したりとか、まあ、いろいろその別のフェーズから持ってきたオブジェクトをうまくこう共有することもできる。ただし、まあ、デメリットとしてはスクリプトをもうコンパイルしないので、一回こうミドルウェアが起動してしまったらこうリクエストに対してこうスクリプトを変えてもそれは反映されない。ずっとこう最初にコンパイルしたバイトコードのままになる。で、まあ、そのメモリ管理もちょっと複雑ですけど、まあまあ、まあできる範囲だと思います。で、これちょっとこう大昔に取ったデータなんですけど、ちょっと喋りすぎたんで時間がないからちょっと急ぎますが、これがあの都度コンパイルしてるやつですね。リクエスト単位でスクリプトを毎回コンパイルしてると1秒間に4万6000リクエストぐらいさばけていた NGXMRuby ですね。で、普通のインデックス HTML、 あの Ruby とは関係なく単にインデックス HTML に対してベンチマークをかけると5万2000ぐらい で、さらにキャッシュっていうのはそのもうすでにコンパイルしてバイトコードになったものの中のヘロワールドみたいなものだけをするみたいなこう処理だと6万4000ぐらいで、ここでこうインデックス HTML とそのオープンキャッシュみたいなのをしてないと毎回オープンとかするんですけど、まあこっちはもうそのバイトコードとしてあるんで直接それを実行した方がまあ早いぐらいっていうのがまあ昔のデータで出てます。で、あとは MRB ステートを毎回確保するっていうのはもうなんかこの辺ですね、1万にもいかなくて同じ環境だと
なんか6000ぐらい、1秒間6000リクエストぐらいしか出ないっていうのがあります。はい。で、ちょっと時間がないからマルチスレッドモデルはちょっと簡単なんでちょっといきますけど、まあ、その先ほど申し上げた通り、これ覚えておいていただきたい、 MRB ステートの中で自由にこうネイティブステートみたいなのを動かすのが結構難しいから、スレッド単位で MRB ステートを確保しましょう、作りましょうという話をしたんですけど、だからこう MRB ステートを独立した状態でやるっていうのも全部こうさっきプロセス単位でやってたことをスレッド単位でやればいいんですよね。こんな感じでスレッド単位でちゃんと完結するようにする。もうちょい複雑になると MRB ステートを共有するみたいなのもスレッド単位でそれぞれこう完結させるようにする。これはさっきのそのマルチプロセスのモデルとほぼ一緒で、それをスレッド単位でいっぱいやってるっていう感じですですね。だから最終的にこうワーカースレッド単位でこう最初からバイトコードを作っておいて、そうマルチプロセスと同じようにやる。なのでまあスレッド単位で、マルチスレッドのプログラムはスレッド単位でこういうことをやればいいっていう、まあ、シンプルな話です。はい。でまとめると、マルチプロセスモデルっていうのはマルチプロセスモデルの中で MRB ステートとバイトコードをもうイニットの段階でコンパイルしておいて、それを実行するっていうのは大体まあもうこのあたりは全部このモデルになっている。でマルチスレッドとかになると、まあ、1層とか NJHTTPT とか MemRuby 組み込んで動かすことはできると思うんですけど、まあ、それもこう同じようなことになっている。でこの pmilter っていうのは、ミルターサーバーなんですけど、これはリクエストセッション単位にスレッドを1個新しく作るっていう処理になっているので、そもそもこうリクエストが来て初めてスレッドを作るモデルなんですね。ってなると MRB ステートがスレッドの中、 MRB ステートの中でスレッドをいっぱい作るっていうことができない特性上、スレッドを新しく作ったらそのたんびに MRB ステートを作らないといけないっていう制約になってしまって、まあだからこうセッション単位で MRB ステートを作るっていうコストが発生するっていう意味でここに属しています。はい。ここからがちょっとめちゃくちゃ複雑なんで、ここからゆっくりいきたいんですけど、はい、ゆっくりいきましょう。はい。で今のミドルウェアっていうのはそのマルチプロセスとかマルチスレッドだけじゃなくて、まあ、C10 系問題プロブレムとかっていうのがあって、一つのシングルプロセスとかシングルスレッドでできるだけこう同時接続とか同時のこうリクエストをさばきましょうっていう話があって、まあ、あらゆるミドルウェアがこう CPU コア、マルチコア、 CPU のコアはどんどん増えてるんで、その CPU コアをいかに生かすかっていうことをずっとこう頑張ってきました。なので例えばその代表的なブロッキングオペレーションというか、ブロックするようなオペレーションとしてファイル IO だったりとかネットワーク IO だったりとか、あと単純にこうスリープするみたいな話を、処理もまあブロックしてしまうんですけど、まあ、そういうものをなんかできるだけこうノンブロッキング、まあ、ブロックしないノンブロッキングモードで実行して、かつその状態を監視しつつ通知をもらって、通知をもらった段階で次の処理をする。で通知をもらわない間は別のこう処理をするっていうのをこうシングルプロセスで、やりたいという要求があります。なのでマルチプロセス、マルチスレッドで、かつそういうプロセス1個の中で非同期とかノンブロックな処理をこうやっているんですよね、 NGX も含めて。で、まあ、一般的にそういうこういう ePOL とかを使ったそういうイベントループっていうのは、それぞれこうミドルウェアがうまくそういうコールバックのイベントループみたいなのを作って、まあ、監視してるっていうのが一般的な実装なんですけど、そこに単純にこう MRuby を組み込んでしまうと、 MRuby っていうのはその別にそのノンブロックとか MRuby の中にそんな考えられて、まあ、当たり前なんですが考えてないので、 MRuby を実行するタイミングっていうのは必ずブロックされるんですね。でバーッとこうアクセス同時接続が来て、せっかくそのミドルウェアがノンブロックな処理、一つのプロセスでノンブロックな処理に対応しているのに、 MRuby が実行するためにその部分だけブロックされると、どうしてもそこがオーバーヘッドになる状況が出てくるっていうのがあります、うん、で特にその MRuby の処理が長くなればなるほど、せっかく一緒にこう受け付けたリクエストの最初と最後の差がどんどん広がっていくわけですね。それを図解するとこういう話になって、これ一つのプロセスで起きることなんですけど、最初こう、まあ、NGX とかもそうでリクエストを同時に受けていろいろ処理をしていって MRuby がフックされたとして、でこう MRuby の処理が比較的こう小さめだったら
まあ、これブロックして、それが終わったらこっちプロ MLB 実行して、 MLB 実行してみたいな感じで最後こうレスポンスを返すみたいなところで、こう3つの差っていうのは、まあ、これでも大概差はあるんですけど、まあ、こういう差しかできない。なのでこう MLB があんまりこうなんていうんですかね、長時間処理をしないみたいなところだとそんなに工夫いらなかったりするんですけど、例えばこう MLB ですごいスリープをするとか、スリープのループをするとか、なんかファイル IO とか、なんか長いこう DB アクセスをするってなると、その間どんどんこうブロックが待たされて、この3つ目のリクエストとか一緒に来たのに、最初の2つの処理がこうほぼ MLB のブロックが終わってから初めて MLB が実行されて、まあ、この差がどんどん広がっていくっていうのがあります。で、典型的なのがスリープ3秒とかした MLB のスクリプトを実行すると、これ普通にこう3つアクセスをシュシュッとするんですよね。じゃあそれぞれのレスポンスっていうのは一緒に行ったのに3秒6秒9秒って、まあ、明らかにその MLB で3秒待たされるところでブロックされてるから、最後のリクエストはすごい遅くなっているっていう。なのでそれを解決するために、そのブロックするような処理っていうのはできるだけこうノンブロックにして別の処理をできるようにしたいっていうのがあります。でこんな感じでもう MLB、まあ、これブロックというかその MLB の処理は必ずあるので、一つのプロセスで、まあ、見た目上できるだけ平行に動いているように、このブロッキングの処理っていうところは元のミドルウェアに処理を戻すっていうことを考えます。すると例えばこうスリープとか押しても、そのスリープがノンブロックみたいな処理に対応していると、こう同時にこれ一つのプロセスに対して同時にこうスリープのリクエストを3つ投げても全部ちゃんと3秒で返ってくるっていうことが実現できる。はい。で、そのノンブロックを実現するための、設計パターンというか戦略をここからお話しします。でまずそのブロッキングを実行するようなメソッドっていうのをちゃんとそれをもうノンブロックで実行するようにする。でさらにノンブロックでそのブロッキング、まあ、ノンブロックモードでそのメソッドが実行されたら、そこでこう MLB の処理を一時停止させるんですよね。一時停止させて、そこからミドルウェアの処理に戻す。で MLB はその一時停止させたまま、させた状態にして、ミドルウェアのイベントループに戻してやる。でそのイベントループの中でそのブロッキングの処理が完了したら、 MLB のスクリプトをこうレジュームするようなコールバックをさせてやると、 MLB がそこからまた再開されるという動きになります。はい。これちょっとめっちゃ複雑なんで改めて説明しますが、リクエストが来て、まあ、ミドルウェアにリクエストが来ますよね。で来た時に実際にこうどういう今、例えば NGINX-MLB だとどういう、こうノンブロックの処理をしているかっていうと、ここにこう Ruby のスクリプトがあって、その Ruby のスクリプトの中にこうブロッキングするメソッドがあったときに、まあそれがこう最初 init でバイトコードにコンパイルされてるんですよね。でリクエストが来たら、このバイトコードを一旦こうブロックのオブジェクトにしてファイバーでくるみます。でファイバーでくるんで、そのファイバーをレジュームするブロックっていうものを作ります。でそのブロックをコールすると、ファイバーがレジュームされて、そのファイバーの中でこうブロックを実行する、ブロックをコールするっていう処理があるので、こうシュ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 ッとこうこのバイトコードは実行されるわけですね。でその中でじゃあブロッキングのメソッドっていうのがどう定義されているのかっていうと、それはミドルウェアのこう MLB ステートのそのメソッドの定義の中に書かれていて、でそのブロッキングの一番コアとなる関数をノンブロックで実行するんですよね。実行した上で C 側でファイバーのイールドをかけます。すると、Ruby 側で実行されたメソッドが C 側からこうファイバーで誘導されて一時停止される。で、さらにそこに対して、コールバックですね、イベントループに戻すんですけど、イベントループがそのブロッキング処理が完了したら呼び出してくるそのコールバック関数の中にこう MRuby を再開する処理を書いておくっていうことになります。なので、でこれ、MLB をサスペンドというかイールドして止めて、イベントループ、ミドルウェアのイベントループに戻って、まあ、別のリクエストを処理するわけですね。こうシングルプロセスだけど別の処理をする。でイベントループが処理の完了を検知したら、コールバック関数が実行されて、そいつはこのブロックを再度こうレジュームするような処理になってます。でこの仕様を松さんに2ヶ月前ぐらいに説明したら、
MRuby の仕様的にはこの動きはちゃんと動かないはずみたいなこと言われて、でなんかたまたま動いてるんじゃないみたいなこと言われたんですよね。で本当だったらエラー出すんだけど、でもなんかこれを逆にこう変えるといろんなところでうまく動いてるものが動かなくなるのはあれだから、なんかちょっと理想的なモデルを教えてくださいみたいなことを言われたんですよね。なんかあんまりこの辺のこう C と Ruby のコンテキストをファイバーでこう横断してやるっていうところで、まだこういまいち MRuby の場合の松さんのこうなんか考えがまとまってないみたいな話をしてて、でそれをちょっとこう教えてくれっていうのを言われました。で、まあ、理想的というか僕ができたらいいなって思うのは、そのやっぱりここでこうファイバーで来るんでブロックで来るんでみたいなこうややこしいことをしてるのがすごい面倒くさくて、もうその Ruby のバイトコードっていうか Ruby のスクリプトをファイバーで来るんだものをもうイニットの段階でこうバイトコードにコンパイルしておきたいんですよね。でそのファイバーオブジェクトを C 側からこうファイバーレジュームでいきなり実行する。でそのブロッキングメソッドっていうのは同様にこう C 側でファイバーイールドしてコールバックして、まあ、レジュームするみたいな処理が入るんですけど、まあ、でイベントループで他の処理をしながら、ブロッキングの処理が完了したらコールバック関数が呼ばれて、その中でまたファイバーレジュームをするっていうことを繰り返しながら、そのファイバーの実行が完了したら、なんかもうそのファイバーのそのなんていうんですかね、コンテキストがもう全部終わったっていう処理になってるんですけど、それをなんか最初の段階にリセットできるようななんか便利 API があるといいんじゃないか。こうすると都度ファイバー作ってブロック作ってみたいなことをリクエスト単位でやったことが全部こうバイトコードの中に含められるんで、なんかもう少し性能が上げられそうだなっていうふうに思いました。ただこれは今やると普通にセグフォルトを起こすんでできないっていう状況です。はい。で理屈をいろいろ書いてきたんで、実際にこう NGX MRuby でどういう実装になっているのかっていうのを、まあ、C のコードなんですね、まあ、Ruby、まあ、これは一応 Ruby なんですけど、例えばこういう NGX Async Sleep みたいな3000っていうのをやると今の流れでこうどういうことが起きるのかっていうのをコード上で説明したいんですけど、あ、まあ、これはちょっともういいですね、はい。でこういうコードが、このコードがまあ最初もうイニットの段階でバイトコードにコンパイルされていて、この rprocbodyirep っていう中に入ってます。でこれを一旦オブジェクトにして、ブロックオブジェクトにしてこの ngxmrubyprepareFiber っていう、メソッドに引数として渡します。で渡す と,、これはその Ruby 側でこう定義されていて、ちょっとこれラムダになってますけど、まあ、ブロックでもラムダでもどっちでもいいんで、ちょっと一旦ラムダでいいんですけど、でその渡されたオブジェクトっていうのはこの NGX ハンドラーに入っていて、それがそのブロックがコールされる処理をファイバーで包む。でさらにそのファイバーをレジュームするものをこう、まあ、ブロックというかラムダで包むっていうような処理になってます。でこの中にはブロッキングの処理が、あのアシンクスリープとか非同期対応したそのブロッキングの処理が書かれているはずですね。でさらにそれをこう、リクエストが来たら、そのファイバーを実行するわけなんですけど、ファイバーというかファイバーを進んだプロック、あれはラムダになってましたけど、プロックを実行する。で実行して、実行した結果を見て、その結果がまだこうファイバーが途中でこうイールドされた状態かどうかっていうのを見て、それがイールドされている状態だとまだ生きてるって判断して、生きてるなら MRuby はこうブロッキング処理だけど、僕らとしてはノンブロックにしてる処理を、実行されている状況だっていうことで、生きてるのでイベントループにこう処理を返してやる。でそのブロッキングのその処理の実際の定義を見ると、実際にこう、ファイバーのイールドをやっていて、コールバック関数を設定しているわけですね。これはまあスリープでもタイマーみたいなもので、 NGX の中のタイマーを使ってスリープで指定した時間が過ぎたら、コールバックしてくださいみたいな処理を書いてます。でこれがこれでもイベントループに戻るんで、この待ってる間は他のリクエストをこう処理できるようになるっていう感じですね。で、そう、はい。でそのコールバックされたら、またこのランファイバーっていうのが実行されて、これをぐるぐるこうずっとやり続けられる。はい。でちょっと時間が、はい。で一応その昨日までもその実装をやっていて、NGX MRuby の V2 でノンブロックのクライアントとかもほぼ実装できつつあるので、
NGXAML でもその割とこうノンブロックな処理がだいぶできるようになっていく。そうですね。でちょうどその今回僕論文とかあとこの会議の資料とかやってる中で、このピヤマさんっていう人とあとはシュークリームさんっていう人が結構こう V2 の開発に手伝ってくれたからまあできたというところでこの場で感謝申し上げます。はい、ということでまとめとしてはこう自分がどう MRuby に組み込んできたっていう話とやっぱりこうマルチプロセスとマルチスレッドでかつノンブロックな処理っていうのをこういかにそこに MRuby を組み込むかっていうところで得たこう知見を今回は紹介しました。でもうすぐこう V2 もあと発表するのでリリースするのでぜひ皆さん使ってください。以上で発表を終わります。